ような感じで2回を結構ボコボコにすることもできれば、海賊王ここだボーン強いんだよね。ココナスです。今回はアールベル使っていこうかなと思います。なんか衛星ヤマト登場した途端ね、一気に数が減ったんですけども、衛星ヤマトが出る前はマジで最強キャラでした。って言っても普通に今でもね、ジャス回避したら無敵3回というところはなかなかに刺さってくるんじゃないかなっていうところと、まあロジャー選手を使ってた時にアルベルね、対戦してめちゃくちゃ鬱陶しかったんで、今回はこちらのスーパー火力盛りでやっていこうかなと思います。攻撃力 70% 増加と攻撃力300増加でルフィ編成というところで、まあ96レベルなんでね、メダル2枚しかつけれないんですけど、まあアルベルはもうこれで十分でやろうということで、今の環境キャラボッコボコにしていきましょう。どうぞ。はい、焼きます。お願いします。これ最初ね、ちょっとカムサリ連弾が来ると思うので、カムサリはね、ちょっと避けづらいんで、気持ちこの相手のカムサリを見てからやっていこうかなと思うんですが、来るよね。いや、あれはね、ちょ、食らってしまうと、まあまあきついんですよね。攻撃としては。なので、ちょっとそこ様子見させていただきながら、まあ2か、相手の2かとかはしっかりと捌き倒していきたいなというような作戦です。で、ここら辺雷とか相手の2かの攻撃に合わせて、あ、見づら。ここら辺ジャス回避もらって、で、2かに対してここも攻めて、あ、オッケー、2かはマジで強い。2かに対してマジで強い。で、ここも旗にぎ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 しながらの、ちょっと早めに外しといて、で、ここはもう食らっといて大丈夫。おい、与えて、で、ちょっとまた距離感を置きつつ、2かの攻撃をしっかりと合わせていこうかなというところでございます。あ、一発。あ、火力高いよ。ここまで来ると。あ、合わせ、ジャス。あ、ごめんなさい。また無敵にならなきゃいけないんですけど、ただここはキットは、はい、ジャス。で、2かタゲ取ってからのここぶん殴り。なんかダウンしてんな。なんでダウンしてんだ、この2かは。ただ通常で攻めれますんでね。2か、2かに対してマジで強い。2か意外と今環境多いんでね。で、さ、あとさりげなくいられるとめんどくさいというところで、はい、これ飛ばしといて、はい、握っちゃいましょうか、これ。握っちゃってくださいなと。うん、握れないですね。あ、握っちゃった、ごめんなさい。っていうような感じで2回を結構ボコボコにすることもできれば、海賊王ここだボーン強いんだよね、意外と。で、これは無敵もらって、あ、大きいよ。いや、強え、マジで強え。はい、2回は通常攻撃で持ってきるよ。で、どうせバジュラングガンだと思うので、ジャスもらって、無敵延長。はい、いいよ。ここしっかりと殴り続けて2回倒して、で、次上がってくる2回上からマリコ。強すぎ。ちょっと待ってよ。これは、やばいやばい。しょ。通常。これジャス1個もらって。通常。無敵だから気絶効かないけど、今効きます。ということで、まあ、ここら辺が強いよね、というような感じでございます。で、これ、裏、簡易裏ガンマ、ドーンマジ、こうなるとね、きついんだよね。耐久は偉いよ。いや、でも、めちゃくちゃ良かったことない、アルベル。本当に火力バカ高いのよ。本当にバカ高くて、もうめちゃくちゃに敵をね、ケアしまくることができます。なんで、相手の今、環境を振り返るようなちょっと主要キャラをどんどんとね、ちょっと倒しきれていきたいなというところでございますが、ここは守りきれそうだな。残りちょっと40秒、そのまま5取りで終わらせていきたい所存ではある。これ通常3段目逃げられる前に当てれるか、無理か。いや、頑張って、タイタン初期やった。あーはは、取られた、めんどくさすぎ。ちょっと待ってよ、これはめんどくさいけど、12の1個回誘ってからの旗握っちゃってからの、まあ、そこ初期やったお願いして、あ、OK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 、これは1個ジャス。これはちょっと逃げながらこれ後ろのキング行かせない、強すぎ。で、これジャス、あ、いいよ、もらってからここ旗抜き切れる。いや、もう一体来たか。これアルベルいたらね、あそこの2かなんてもうちょいちょいやったけどね。これジャスもらってからのしっかりと抜き切ります。あっちもロジャーか。ここちょっときついな。白ひげさん、ありがとうございます。さあ、こっちちょっと取れるか。ワンチャン取れるけど、俺ここ回避ないけど大丈夫かな。回避ないけど大丈夫かな。ギリ間に合う。ウェイ、強い。お、スコア1万1000、やばくない、マジで。よしよし。いや、1万スコア超えたのやばかったね、あそこでね。まあ、ステージ変わっちゃってちょっと広々したんで、なかなか狙うのは難しくなってきたんですけど、まあ、たくさん剣を持ってきたらなとは思います。ただ、ちょっとゾロさんがね、めんどくさいので、そこは要注意でございますね。ゾロ青色にしてしまうと、まあ、きついんでね。一瞬で強化状態とかも解除されてしまうが、なかなかにネックかなと。まあ、ここら辺言いながら、ちょっと白ひげさんの攻撃を、あそこ当てれるか、これワンチャン。そのまま当て、あ、ごめんなさい、無理でした。であれば、これそのまま突進して、避けてからの通常。はい、これ交代させないようにね、これ交代させない。キットに変わられると、ちょっとめんどくさいんで、今。これも通常で詰めながら、はい、交代させない。あ、OK。しっかりと持ってって、で、あそこめんどくさいんでしっかりと持ってきます。で、シャンクスはこれ通常。あー、こいつめんどくさいな。まあ、ちょっと最大体力削られるのがちょっとめんどくさいんですけど、だから教習1個使ってるの見えてるんで、まあ、一旦冷静に落ち着きながら、対処していこうかなと。ゾロさんはこれ後ろから突進してこれを思うなら、持っていきたいんですけど、見えねえな。これ白ひげのやつ見えないな。ただゾロさんね、持っていけると思うんだよね。ここが、いけ、ボーン、はい、持っていける。で、そこのロジャーさんも持っていける。で、後ろから来よう思うならちょっと、
ナイスナイス、でかすぎ。さあここジャスもらえて、おい通常通常、はい通常強すぎ。でこれし持ってきます。でっかマジで強い。火力が、火力本当にやばい。で、ここら辺キットロームを持っていけるので、しっかりとここ詰めてきます。キットローム、はいはいはい、気絶した、ごめんごめん、あちょ、あごめん、あそ、そうなってくると話が変わってきて、ごめんね、あのそうなってくると話変わってきて、気絶長くないかな、気絶長いかな。あまあ、でこれね、どうせ無敵スキルとかかな、これ無敵スキルワンチャンあるかな。無敵スキル雇用もんだったらまあいきますけど、これ飛ばしてオッケーいけるよ。はいしっかり気を持ってって、はいそこ無敵だったらこれ合わせてドーン、いいよ。まだ1段か、ちょこれ気絶入っちゃうな、めんどくさいんで、ここは取り際狙えますか。しかし通常通常逃げて通常、ええ何の攻撃、え待って、あれは何の攻撃だ今の今の何の攻撃、マジで普通に全然見えないところから攻撃飛んできたよ。それ一バグ的に、何そのバグかこれは。白ひげさんお願いしたいんですけど、ロジャー4ってなるとちょっと話が変わってくるな、マジで。もうめんどくさいな、ロジャー4は。ロジャー4ってめんどくさすぎないか、ちょっと違う意味のわかんないとこ攻撃しちゃったし。ロジャー4、まあ言うてこっちロジャー3なんで、ただ一人ディフェンスがいるので、こっちは言うてね、もう一回ブーストを任せりゃなんかワンチャンいけんちゃうかこれは。近いと飛ばしながら、まあ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 いいでしょう、これは。一旦取られるんですけども、あ取らないタイプであればブースト回しちゃうよ、いいの。ちょっと多分ミリ残しするのには早そうな感じも、あーこれブースト待ってばよかったミスった、すっごいミスったけど、まあでもあそこと味方さん取れる。でここはちょっと詰めながら、はい詰めて詰めて、んーで白池さんナイスすぎ、オッケー。そう詰めて、あそこ白ロジャー選手いるんでこっち行きます。ちょっとスーパーサイヤ人だけはちょっと取りたかったけど、ここすいませんが先に取る、旗取り優先してもらって、スキルに溜まるんでこれ貯めて、でまたどっちか、あまあここの段階でゴドリか、じゃあ上かな、これ上どっちか来るから、いつでも走れるような準備だけしといてからの、ここでもワンチャン取れるぞそのまんま、旗握ってしまえば、あまあまあ無理か、うん、まあでもどの道ね、8300このペアやばくない、スコアめちゃ稼げるんやけど。やっていきますか、お願いいたします。とは今回もロジャー船長多いっすね、まあ、当たり前のようにね。ロジャー船長はね、ちょっとカムサリがいかんせ迷惑ですね本当に。でレッドシャンクスはまあまあまあいけたりすると思うので、レッドシャンクスをとりあえずゾロと協力しながらぶち倒していけば、ロジャー船長もまあ動きやすくなるのではないかなと、いうような作戦のもと、そろそろここをジャスト回避してる、見て上さん見て見てこれ。いや回避タイミング、普通にジャスト回避ぐらいのあれだと思うんだけどな、普通にタイミング危なくて、普通にタイミング悪くなかったと思うんだけど、悪かったかなタイミング。これはスキル2だと回復されちゃうんで、スキル1でしっかりと飛ばしながら、握りガツオの、これジャスもらって、でかー、オッケー。さあ、ここ無敵あれば、ロジャー船長に対しても強気に出れますので、これ握りガツオで、で、あとは、これジャスもらって、あれ、でかー。オッケーオッケー、効かねえよ。もうそんなのにはビビらねえよ。あと、通常攻撃できるので、これ旗握らずにね、一旦ロジャー船長を倒すことを優先していきます。はい、握って、でもこれちょ、41はさすがにまずい。41はさすがにまずいので、一発誘ってからの、はい、スキルに飛ばしてって、無敵のうちに倒していきたいんですけどね、できたらね。これたらブーストちょっと呼び起こしまして、無敵ある間に攻めていきたい所存である。あれはゾロさんいるから大丈夫。白ひげはどうなんだ、白ひげとちょっとあんまマッチングしたことないな。マッチング、これ待って、おいアンドン、おいアンドンかまして握ってもらって、でどうせこれスキル打たざるを得ないと思うんで、これはしっかりと剣を持ちつつの、ジャスト回避構えなかった。あれね、無敵1個もらえるんだったら、ちょっとゾロさん諦めたゾロさん諦めたこれは。ちょカイドウさんは私がやるっていうのはちょっとなかなかに、ちょっと待って、裏いないよ。ナイスすぎ。ちょっと一旦カイドウ仕留めよう。これ一旦仕留めといて、裏飛ばれるのめんどくさいんで、これでジャス回避もらって、オッケー、通常攻撃できるわ、あとは。はいはいはい、これも大丈夫。通常。はい、通常強い。もう無敵あればマジで強い。無敵あればマジで強いから、はい、通常。で、2回うっとしんで先にアンドン倒します。で、これは、バジラングジャス回避もらって、無敵延長戦。はい、ジャストもらって、無敵今延長戦してますので、これ握りガツオで、ジャスもらって、2回倒しに行くよ。2回は倒しに行くよ。そのまま通常もらって、で、これは、アンドンで飛ばしてって、んで多分強襲飛んでくるので、これは強襲ジャス回避もらって、だったらこれアンドンでしっかりと飛ばしてって2枚狩り。さあここ2狩り5つのジャス回避もらって、無理でしたごめんなさい。ああ一瞬、はい、ただあそこら辺はロジャー船長がいたと思うので取れるかなと思ったんですが、取れるよね多分、取れないかな、あ取れなさそうだなまあここはちょっと詰めながら飛ばしてって、で裏のちょっとカイドウじゃねえよ、裏のカイドウだけお願いしながら、オッケーオッケー、しっかりと取らせていただきましたというところで、まあ白毛さんやっぱ 80% ねゲージ溜まってないときついと思うんでね。はいスコア8300
マジで強いんだけど。なんかアルベル・ロジャーのペアが普通にスコアボリ稼げるっていうことに気づきました。もしかしたら今の環境はアルベル激アツかもしれませんので、ぜひ皆さんも試してみてください。やっぱ無敵3回って普通に考えて強いですからね。あそこら辺はちょっと、あ、これスキル2から使うべきでした、すいませんでした。これちょっとみんなもう立ちバグえぐい、本当になんか今日多いなこのバグが。このアルベルとかさ、そのジャスト回避がめちゃくちゃ大事な経営のキャラに対してさ、そのバグって結構ねシビアなんですよね、なかなかに。そう、やっぱね攻撃変に食らったくないですよね、できたらね。ちょっとここは様子見させていただきながら、カムサリ来てしまうとこれ避けれないので、ちょっと離れながら、オッケー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 、カムサリがなくなった今がチャンス。ここ詰めますか、オッケー、そこ詰めて飛ばして、ちょっと全部回復された、肉ついでに食われて全部回復されたって。いけいけ、ゴー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 。これ燃焼重ねると良くないな、燃焼重ねると良くないから、ちょっとあのまま青マムさんにお願いしながら、ニカの攻撃避けたけど、ちょっと無敵ない段階で今言ってもな、なかなかにシビア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 ンドシビアなんで、無敵もらいたいんですけど、ニカさん冷たいな、ちょニカ冷たいんだけど、待ってこれブースト一旦待って、アンドンとかの待ちながら、これね多分ね焦って相手バジラングガンとか撃ってくると思う。後ろから来たんですけど、ホラー、これ怖い話、これすっごい怖い話じゃん、怖い今。全然気づいてなかった、後ろからのカムサリなんて。怖い話これ。これしっかりと溜め切ってから、どうやってんのバカ、もう、あー、待って、吹っ飛ぶ、ちょっと待ってよ、もうこれどうせまた無敵じゃ、危ないよ、危ないよ、危ないよ。今のカムサリが全くもって意味のわかんないところ飛んでっちゃったんですけど、これあれだけ気をつけてくださいね、カウンターだけね。カウンターだけちょっと気をつけ、あ、カウンターだけ、あー、カウンター、あ、カウンターだね、気をつけてください、カウンターね、避けながらみたいな。これね、だから、握ってる時に下手に攻撃しないと、ニカにはね。はい、これジャスもらってからの、しっかりと見てから、これ見て見て回避誘ってからの、あとここ一発、はい、でこれしっかりと飛ばす、はい、でここはもうスキルどっちもないんで、カウンターだけ気をつけながら、対応していくと。でこれジャスもらって、はい、ダウン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 させて、握って、これまあまあしゃあない、徐々に削っていこう、頑張って。2人体制でカウンター気をつけて、なん聞いたろ、あのカウンターカウンターあるよ、カウンターカウンターカウンター、これ握りながら、まあ、徐々に削っていこう、徐々に削っていこう、危ない、オッケーナイス、よーさ、ここ取れろ、オッケーオッケー、取ったらでかいよここ、はい、でかすぎ、しっかりと取ってて、で、ここはもう一発狙いに行くか、いや、狙いに行けないか、これはしっかりと倒しながら、これジャス、で、どん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 、立ちバグしてる、ずっと立ちバグしてるよ、これ飛ばして、ずっと立ちバグしてる、マジで。あー、ロジャーか。ロジャーはさすがに守りきれないな、後ろ 1.5 溜まってるでしょ、どうせ。ここちょっと飛ばされないようにだけしながら、ジャス、うわー、最逆それ。これ多分後ろ 1.5 溜まってるんだけど、二人裏に行っちゃってこれいけるか、あれ一人表いんの、あれなんかマップ上今裏行ってたのに、なんでだろう、これ。なんかそういう、あれ、うん、あ、まあ、でも、まあ、どの道負けか。すいませんでした。はい、ということで、いかがだったでしょうか、アルベル使っていったわけなんですけれども、いや、マジで普通に強くなかった、アルベルさん。やっぱね、この無敵3回っていうのがね、ロジャー目線でもすっごい鬱陶しいと思いますので、まあ、これでボコボコにしながら、まあ、アンドンだったりとか、大盛りカレーうどんでね、しっかりと燃焼ダメージ与えておけば、なんかこう、スコアはね、スコアは地味にいい感じになるんだけど、毎回、最終的にさ、生き残ってるのはロジャー船長だからさ、グッともらってもロジャー船長の方に加算がついてしまうというね、なんとも悲しきモンスターというところでございますが、まあ、使っていてね、本当にこう、強かったので、ぜひ皆さん試してみてはいかがでしょうか。まあ普通にスキル短縮というよりか、まあ通常攻撃でもゴリゴリに持っていけるような火力編成でいいのかなと僕は思います。普通にね2枚編成でも強かったので、持ってる方今すっごい活躍できるかもしれません。ぜひぜひ試してみてください。ということで、今後もまたいろんなキャラ使っていこうかなと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価のほどお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。